待たせたな。ということで皆さんどうもこんにちは。今日はですね、新しくパッチノートが来ているのでこれを見ていきましょう。今いるのはザンギラクルさん、その後もロペガサス君もいます。どうぞ挨拶どうぞザンギからどうぞ挨拶。ザンギです、こんにちは。ラクルさん。ラクルです、こんにちは。ペガサス君。あ、ペガの猫ママ。はい、ということでいきましょう。その他もろもろ、その他もろもろもその他もろもろで大丈夫です。その他もろもろは、いや大丈夫、もう行く。はい、ということでリブート版決して諦めないでください。リブート版を使えば倒されたチームメイトをバトルに呼び戻せますということでね、リスポーンするバスがねとうとう追加されました。あとはね、なんかバカニアバウンティーみたいななんかいろいろあるんですけど、まあここら辺はね空飛ぶ爆弾ということでね、まあ後々動画が上がるでしょう。そして武器プラスアイテムリブート版、リブート版がマップのすべての主要な名所に追加されましたということでね、固定ですかね、リブート版固定で追加されました。チームメンバーが倒されるとリブートカードをドロップし、他のチームメンバーがそのカードを回収できるようになっていますってこれ、ね、倒されたらカードがねリブートカードというものがドロップし、そのカードを他のチームメンバーが回収できるようになったと書いております。リブート版リブートカードはソロビッグチーム期間限定モードおよびリスポーンが有効なモードで機能しませんということでね、チームランブルとかはねできませんよって感じですね。リブートカードはドロップ後90秒間1分半ですね、1分半倒されたらねそのままカードが、ドロップして90秒間そこのワールドに留まります。90秒間ドロップするってことです。90秒間過ぎたら、多分消えますね。回収インタラクト時間 0.5 秒ってことで、ね、すぐ回収できる感じで、もう 0.5 秒時間かかりますね。リブートカードをリブート版に持っていくとカード回収された各チームメンバーがバトルに復帰しますということで、生き返ります。これを使えばこのカードを死んだ仲間のカードを持っていってバーンにリブート版に持っていけば仲間がね復活するというものです。はい、そして回収されたリブートカードはどのメンバーが回収したかに関わらず全てのチームメンバーが届けることができますということで、4人のスクワットに行って1人でも回収したら誰がリブート版に触っても復活できるってことですかね。インタラクト時間10秒、10秒でそうですね、10秒、あ、なるほど、版に着いた後10秒かけて蘇生ができると。そしてリブート版にはクールダウンがあり、使用後は120秒間再起することができませんってことで、一度使ったら120秒間、2分間ですね、2分間再使用することはできません。リブートされたチームメンバー以下の状態で復帰します。体力100、ピストル1個、あ、でもピストル1個と資材木材が100個持った状態で復活するんだって。体力100で、これどう、みんな強いね。いいね、武器1個持ったまんま、そうだね、全部落としても一応ギリギリ戦えるぐらいの武器はもらえますよって感じですかね。はい、そんな感じです。どうですか皆さん、リブート版結構いいと思うよ俺は。楽しくなりそうだと思います。バランスのいい、そうだね、死んでもやっぱ生き返るからね、これは嬉しいと思うよ。やっぱフォートナイトって一回やられて仲間のプレイをずっと見るっていうの苦痛だったじゃないですか。だからそれで助けてくれるっていう、やっぱ仲間同士の助け合い、仲間同士の友情の深さがまたここでねより一層深くなると思うので、とても私はこれねいいアップデートだと思います。リブート版に関してはそんぐらいかな。はい、あとはインファントリーライフル、ダメージが40から42、修正ですね。どちらもダメージが2、下に下がっています。最大射程でのダメージ減衰が26、28から32、34に増加。遠距離でも距離減衰しないってことですね、これは。固定ダメージで32はちゃんと出るよって、遠くても。まあ、いいんじゃないですかね、これは。トラップ、ポイズンダーツ、新しく出たトラップですね。の継続ダメージでカメラが何度も揺れなくなりました。あんま食らったことないですね。このバグは感じたことないですね。あとは、そうですね、不具合の修正が、なんか、購買者の声が聞けた。不具合の修正が、あとはいろいろありますね。はい。さあ、あとはゲームプレイで、なんかイベントが来て、フリーチャレンジクリアして、フロア戦勝利、勝利品？え？あ、フレ、ん？なんだこれ？ゲーム参加しフリーチャレンジクリアして、ゲーム内報酬の獲得を目指しょう。この宝の地図の出現率がなんかよくわかんないのが来ますね。あと Mac と PC で全てのアスペクトを同じ垂直方向の使用か視野角 FOV を持つようになりました。近い将来競技ゲームモードにおいてウルトラワイドモニターのアスペクト比は16対9に制限されるようになります。これ何、引き伸ばしができないよってこと。引き伸ばしです。あー、完全、もう元が強かった、ありがたい、視野が広がるってやつ、視野が広がらなくなった。あ、じゃあもうみんな一緒って感じね。Yes。
なるほどね。ってことで引き延ばし勢はここで全員死にましたと。なるほど。であとはなんかな、あとはメニューそんなにないです。そんぐらいかな、わかんない。まあ今パッと見なんでちょっとわからないですけど、あとワールドカップ来ますよっていうやつですかな。あと任天堂スイッチを呼び、じゃあドゥドゥルさい、Xbox One のストリーミングパフォーマンスをさまざまなレベルで最適化し、建築物が不鮮明に見えるケースを減らします。あ、スイッチの人たちのスイッチによるあれだね、あのゲーム機のあれがなくなったのに、あれがあれであれですね。まあそんぐらいかなと。オーディオのところも、あ、プレイヤーの下から聞こえる足音少し大きくしました。なるほどね。敵の足音の着地音を大きくしました。これはいいんじゃないの、なかなか。うん、あとはそうだな、そんぐらいかな。まあ不具合もいろいろやって、そうだね、そんぐらいかな。うん、あとはクリエイティブとかでやっぱ一番でかいのはこのバトルパスリブート版、やっぱこれの登場がね今回のパッチで一番大きいと思います。まあ僕の感想からしたらこのリブート版やはりね、まあ仲間が生き返るっていう、まあ一つの、まあそのバトルロワイヤル戦っている時の一つの目標ができるので、まあ楽しさはより倍増するかと思います。でみんなどう、このリブート版今回どう思う、みんな。じゃあザンギから言っていこうか。ザンギ楽しくなりそう。なるほど。じゃあドゥドゥ。まあやっぱ倒される暇の時間がなくなるし。あ、じゃあ次、あ、じゃあ次ラクルさん。うん、次ラクルさん。まあまあまあ寝落ちは少なくなったかな。あ、なるほどなるほど。じゃあ次ペガサス。はい、ってことでね、今日はね、じゃあここら辺でね、パッチノートを見ていったよっていう動画をね、もう今すぐ上げるので、皆さんこれを見てね、パッチノートを見てください。それじゃあ皆さんリブートパン使ってまたね、新しい、バトルロワイヤル、新感覚のバトルロワイヤルね、頑張ってビクトリーロイヤル目指していきましょう。クリエイターサポートはね、アリケンでやっています。はい、ノー編集で出すんでね、何の文字も出てないと思いますけど。それじゃあね、ここら辺で終わりにしたいと思います。みんなバイバイって言うよ。せーの、またな。またな。およくわかったね。今騙し、あ、じゃあ、はい、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。